ということでね、今からねやっていきたいと思いまーし。だから今回は武器縛りだから俺が縛り系で勝つのはマジ難しいから、本当にやっていきたいと思いまーす。ちなみにねんなちゃん、うるせえよ招待連打。ちなみにねんなチャンネル登録者数15万人以上目標としてる。うるさい、撮影中にやめてください。ちょっと入るか。なんだよ、できた。ちょっと好きないからちょうだい。こんにちは、こんにちは、聞こえてます？ あ聞こえてる。ねえねえ、俺今好きないからさ、ちょ好きちょうだい。あ、好きんすか。ああどうしようよ。ちょ待って、このパック欲しいんよね。パック、このスパイダーマンのパックっすか。いやなんか僕今撮影してたんですけど、いやいい、関係ない関係ない、じゃ早くちょうだい。欲しい時に頼むタイプじゃないっすよね、それ。もうどうでもいい。お前底辺や。お前底辺、お前俺の方がチャンネル登録者上やぞ。お前マジっすか。じゃあ分かりました。これ企画にしてもいいですか。じゃあもういいよ。もう俺の方が強いし、俺の方がチャンネル登録者上やから。 OK、 じゃあ対マンしませんし。あ、いいよ。はい、準備 OK よせ。OK です、OK です。ちょ、撮影中に招待連打とかやめてくださいよ。いや、そんなの知らんもん。じゃあ、お前名前に書いとけよ。招待連打やめてくださいって。ああ。なんすか、それ。ちょっと、そう、何歳ですか？俺今？はい。21歳。ほんとっすか、ちょっと聞く感じ、中学生って感じするんですよ。21歳。いや、俺のお父さん、社長やし。敬語使う必要ないな。OK、ちょっとタメ口でいくわ、俺。じゃあ武器何でやれ。武器武器何でもいいよ。金本合わさ。金本合わさね。ねえ、じゃあ俺に3回勝負、うん、あ5回だな。5回先に勝ったらもうギフトあげるよ。あ5回。そう5回。あのそんな余裕や。あ聞こえよ。オッケーオッケー、ズルなしね。ああ、おあ、お前朝方とかえぐ。お前痛い。うまいな、うまいな。テンション早い。危ない。お前、レイダー使ってそれはやばいだろ、お前。いやー、結構昔からやってるの。お前、俺、アジア1位やぞ、お前。アジア1位。あー、負けちゃった。はい、ダゴス。おー、下位置してるよ、下位置。何やよ、下位置。これ下位置じゃないよ。床打ちー。床打ち。もうダメなものはダメだよ。床打ちだしな、お前。あー痛い。あーじゃあこーつー、じゃあこーつー。まあまあ5回やから。おい床打ちか下打ちかしないとダメだよ。床打ち床打ち、このゲームには死体はありませんガキガキ。俺21歳よ。21歳ガキだよ君。こんな21歳見てもいない。痛い。うるせえ、お前がガキだよ。まぜガキ。俺ガキなの。ガキか。俺高校生が調子飲んでねえよ。あー痛い。あじゃあこいつ。痛い。何か。お前。いやー。じゃあこいつ。あ、煽るのやめよ。煽るのやめよ。なんでそんな煽ってくんの。俺ギフトあげる立場だよね。何煽ってんの。お前が弱いからパーが死ね。おい、何こいつ、何こいつ。早くギフトよこせお前。おい、早くよこせお前。動画に出たいキッズっすか。ちげえ、お前の動画になんか誰が出るんだよ、パーが死ね。やばいでしょこれ。コメント欄皆さんどう思いますかこれ。お前死ねよお前、まあ、見てフロスダンス。フロスダンス、しゅしゅ、俺本物のフロス持ってるよ。お前俺これフロ偽物だ。お前それ偽物じゃねえかよ。お前おい、偽物だった。お前偽物だよお前。レイダーが調子乗んじゃねえ。カイヤ君が死ねえお前。妹多すぎて、まあ、まだまだ3回しか上がってないからね。3回だっけ。ああ2回か。3回。3回。オッケーオッケー。お前0回で。俺ゼロ回だ、これやばいな、普通に。建築俺久々なんだよ、これやるのが。あ、まずいいわけだよ、お前。いや、俺、もう、フォートナイトシーズン1からやったっきり、もう全然やってないから。お前、こっち100億年ぶりやぞ、お前。100億年ぶり、そんなフォートナイトやってないよ。いや、やってるな、お前。お前、そんな嘘ついてんじゃねえよ、ガキ。よけていく。どこ？お、お前、俺、空飛べるんだぞ、お前。うん、当てて無理よお前、カット死ねー。待って、これ、今4対0？
おう、4対0。やばこれ、普通に負けそうだな。これギフトあげないといけないの君が。俺。ああ、当たり前やんけ、お前。うわ、マジか。ちょっと本気で。かかってこい。本気でいかないとな。お前、建築下手くそだな、お前。これ下手？下手だな、お前。よいしょ。ちょっとイージーだな。ああ、屋根囲んで。建築イージーだな。お前アジア1やぞお前俺。まあアジア1なら負けるわけないもんね。はい。はお前何？おい危ないなお前。お前こっち100当ててんだぞ100。おい。はっ。まあ何お前。いや今のマグレマグレマグレ。あお今のあれあれだよ俺指でやっちゃう爪でやった爪。ああなるほど。どうして操作してんだよ。爪でやってたも爪で。はいはいはい。バレバレだよ。あ、何お前。いや今俺の犬が言ってるから犬。犬がやってるの。あ、お前ボリューチキをあお前試合してかお前 YouTube 探しやっからなお前。なんでお前。あお前言うて2回しか勝ってねえやんけお前。そうだねそうだね。これ床打ちじゃないのこれ。床打ちなのもうそれ今試合打ちでしょ試合打ち。引き目さっき同じことやってた、ね。もう俺の必殺技使うわ。フラットビーやお前。ズルじゃないし。ズル、このゲームのズルはチートだから、チート。はい、はい。これこれ危ないよ危ないよ。おい。はい。騙された。お前人のこと騙すとこめ詐欺師だなお前。詐欺師じゃねえよ。お前こっち天才的なお前ユタコ持ってるお前。痛い。はい180。痛い。もうまあ俺こんなツルハシでも勝てるわ。おいツルハシで来いよツルハシで来いよ。お前、はい、空飛び空飛び危ない。空飛び、はい、煽ってるけど大丈夫負けるんじゃない空飛び来いよ。はい空飛び。お前マジで空飛び来いな。はいシナリオ、はいシナリオ。あ俺もシナリオ持ってるし。はい踊ってるや。おいだああえあれ持ってるじゃんスキン。あエモート持ってるってことは、えちこれあげなくていいかな。いや、これ俺チートでゲットした。あれさっきダメとか言ってなかったっけチート。俺スキンハック、スキンハック、スキンハック、エモートハック、エモートハック。それも良くないと思うけど。セラトビー。ああこんな生ってんな俺。そういうはい。なんで今のあなんで今の頭ほっ。お前あお前何人のこと勝手にクリプト。イージーなお前それダッサイモト。お前イージーお前まあこれあれやぞお前天才のエモテード。お前なんか持ってるわけねえだろか。いやお前ちょっと待ってラストだよこれ4対4だけど。もうこれ勝ったらギフトあげないよ俺。あよこせよお前マジでこれで勝ったらだからあげるってオッケー言ったぞお前。いやこれで君が勝ったらギフトあげるよ。これガチお前マジで。いやお前じゃあ砂缶でよこせお前ギフトいらんから。ずうずうしいなお前どういうことで。砂缶でさえくれたら俺アジア10075位じゃなくて、うん、1位くるから。マジで取ってくれんの。あ、1位なんか余裕だよバーゲキンゲー。はいおいで。はいお前ユタポン呼ぶぞお前。ユタポンユタポン学校行ってんの。俺あいつと同じ学校やから。え、マジ嘘つけよお前何言ってんだよ。本当だよ俺あいつと親友。投稿仲間ってやつか。いや俺投稿してるからあいつちゃんと投稿してるよ。いやいや不登校キッズでしょどうせ。いや俺投稿キッズ。ああお前ああ当たんない当たんないじゃん。お前エモいねんカス。はいあいってーはい130当っちゃってんね。負けたけどはいそら飛びいくよ。あぶねえ。はいよっつーもお前はいよっつー。お前一回こっち来て一回こっち来て。やばいじゃあ、イージーかこっち来い、こっち来い。なんでなんでなんで。バカチー。死ねだぞー。はい。はい、5回目勝った。はい、グフということで。先にって言ったよ、先に。まあ、先に。はい、先に取ったー。先に6回戦取ったー。はい、グフということで。じゃあ、ラスト1回、これで勝ったらマジでギフトあげる。なあ、ええよ。ラストチャンスね、オッケー。ああ。お前もしこれで負けたら俺の言うこと何でも聞けよギフトと。ああいやいや何でも聞いてあげる。
絶対勝ってやるからな、お前。ルーボットにしてあげるよ。お前絶対シナリオ起こせよ、お前ギフトで。シナリオギフトで、どうやってあげるんだ。あ、ギフトでシナリオ起こせよ、お前。ギフトでシナリオなんてあげるよ、何言ってんの。あ、お前シナリオもくれねんの、お前。どういう、何言ってんの、こいつは。あ、お前シナリオってアイテムショップで売ってたんだよ、お前。そうだけど違うぞ、お前何言ってんだ。はい、160? 痛いね。痛いけどパーン。痛いけどパーン。何やお前。はいはいはい。一緒にして。はい。あ、でも俺もシナリオ持ってるって。何。あ、お前なんでカメラをエモード持ってるんだ。いやーもうしかないなー、もう。早く、はい、アイコニックよこせ。じゃあアイコニックはごめん渡せないけど、じゃあ特別にギフトあげるよ君に。あ、早くスキンよこせ。いや、スキン持ってないんでしょ。ああ。ああ、マジか、ちょっとかわいそうだから、そうですね、みんな、僕、かわいそうな子には、僕、スキンとかあげるんだよな。早くよこせ。じゃあ早くロビン戻んぞ。ああ、いいよ。早くよこせ。じゃあ、代わりにね、うん。これ動画出していい。はい。あ、これ動画出していいの。いいよ。いいよ、じゃあ、ギフトあげる。ごめん、これ、フレンドだって2日しか経てないからさ、明日になったら送れるから。じゃあ明日はしっかり。ああ、ええよ。じゃあまた欲しいの、じゃあさ、この、何、ささやきで言ってくれない。オッケー。おー、ええで。で、あと、条件一つ、もう一つ、招待連打だけはやめてくれ。オッケー。ああ、まあ、それを考えてあげても、まあいいで。まあ、いや、考えてくれない。もうやめてくれ、招待連打。オッケー。ああ、いいで。オッケー。じゃあ、また明日欲しいもん、ささやきで送っといて。おう。わかった。じゃあね。じゃあな。かわいいキッズだった。うん。ってことで、ね、招待連打のやってください。フレンドになってる方に。まあ、またフレンドとか募集しようと思うんでね、その時は送ってきてくださいっていうので、ね、今回の動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。